イースター島は、地理領の太平洋上に位置する火山島。現地語名は、ラパヌイ。また正式名は、パスクア島といい、パスクアはスペイン語で復活祭を意味する。日本では、栄章由来のイースター島と呼ばれることが多い。モアイの立つ島として有名である。ポリネシアトライアングルの東端にあたる。 最も近い友人島まで直線距離 2000km よと、周囲にはほとんど島らしい島が存在しない絶海の孤島となっている。ラパヌイとは、ポリネシア系の先住民の言葉で、広い大地を意味する。かつては、テピトオヘヌは、マタキテランギなどと呼ばれた。これらの名前は、19世紀の後半に実際に島に、たどり着いた、ポリネシア人が付けたものである。 海底火山の噴火によって形成された島に最初の移民がたどり着いた時期については諸説ある。文字記録がないため発掘調査における炭素年代測定が有力な調査手段とされ、従来は4世紀から5世紀頃とする説や西暦800年頃とする説が有力だったが、近年の研究では西暦1200年頃とも言う。この移民は遥か昔に、 中国大陸からの人類集団の難化に伴って、台湾から玉突き的に押し出された人々の一派、いわゆるポリネシア人である。ポリネシア人の社会は、州長を中心とする部族社会であり、酋長の権力は絶対で、厳然たる階級制度によって成り立っている。部族社会を営むポリネシア人にとって、偉大なる祖先は崇拝の対象であり、 神格化された王や勇者たちの霊を部族の守り神として祀る習慣があった。タヒチではマラエと呼ばれる祭壇が作られ、木あるいは石を素材とするシンボルが置かれていたことからも、当時のラパヌイでも同様に行われていたと想像できる。化石や花粉の研究から当時のラパヌイは世界でも有数の巨大足が生い茂る亜熱帯生ウリンの島であったと考えられている。 初期のヨーロッパ人来航者は、ホトマトゥアという主張が、一族と共に2層の大きなカヌーで、ラパヌイに入植したという伝説を採取している。上陸した、ポリネシア人は、鳥と大型のネズミ、ラットを共に持ち込んで食用とした。モアイ像、ジャレド・ダイヤモンドラによれば、7世紀から8世紀頃に、アフ作りが始まり、遅くとも10世紀頃には、モアイも作られるようになったとされる。 他のポリネシアの地域と違っていたのは、島が完全に孤立していたため外敵の脅威が全くなく、加工しやすい、柔らかな境界岩が大量に存在していたことである。採石の中心は、ラノララクと呼ばれる直径約550メートルの噴火鉱石で、現在でも完成前のあらゆる段階の石像が散乱するホル道具と共に残されている。最初は一人の長の下 一つの部族として結束していたが、台を重ねるごとに有力者が分化し部族の数は増えていった。島の至るところにそれぞれの部族の集落ができ、アフもモアイも作られていった。モアイは比較的加工しやすい素材である業界岩を玄武岩や黒曜石で作った石符を用い制作されていったと考えられており、デザインも時代につれ変化していった。第一期は、 人の姿に近いもので下半身も作られており、第2期は下半身がなく細長い手をお腹のあたりで組んでいる。第3期は、頭上に赤色業解析で作られた、プカオと呼ばれる飾り物が載せてある。第4期になって、いわゆる一般に、モアイといって想像する形態を備えるようになった。18世紀になって、西王人が訪れるまで、島には、同器や、 鉄器の存在は確認されていない。当時作られたモアイや墳墓、石碑といった、考古学的に極めて重要な遺跡が数多く残されているが、この時期までが、戦死社会と考えてよく、ラパヌイ社会はこの後転換期を迎える。よく、モアイは、海を背に立っていると言われているが、海沿いのものは海を背に、内陸部のものは海を向いているものもあり、正確には集落を守るように建てられている。 祭壇の上に建てられたものの中で最大のものは高さ7.8メートル、重さ80トンにもなる。現在、アフに立っているすべての像は近年になって倒れていたものを建て直したものである。島の東端にある島最大の遺跡、アフ、トンガリキの上には高さ5メートルを超える15体のモアイが立ち並んでいるが、これも1994年に周辺に倒れていた15体の 像を、考古学者のクラウリオ・クリスティーノが55トンの重量に耐えるクレーンを使って建て直したものである。過去には、島には、もともと巨大な像を作って動かす技術や知識がなく、モアイは、南米からやってきた人々の力で建てられたという説が有力だった。しかし、島民の遺骨の DNA には、当該起源の遺伝情報は見つかっていない。最近の研究により、 モアイは、島民が自力で建設し、移動させたことが分かっている。原因は、自然破壊や、部族構想による自滅が原因とする、節島民の入植から17世紀までの間モアイは、作られ続けたが、18世紀以降は作られなくなり、その後は破壊されていった。平和の中でのモアイ作りは突然収束する。モアイを作り、運び、建てるためには大量の木材が必要で、 伐採によって森が失われた。ジャレド・ダイアモンドラは、こうした人為的な自然破壊が、究極的に文明崩壊を呼んだとする説を述べている。それによれば、人口爆発とともに森林破壊が進んだ結果、越えた土が海に流出し、土地が痩せ衰えて、深刻な食料不足に陥り、工作地域や漁場をめぐって、部族間に武力闘争が生じた。 モアイは目に霊力が宿ると考えられていたため、相手の部族を攻撃する場合、守り神であるモアイをうつ伏せに倒し、目の部分を粉々に破壊した。その後もこのモアイ倒し戦争は50年ほど続き、森林伐採は結果として、家屋やカヌーなどのインフラストラクチャー整備を不可能にし、ヨーロッパ人が到達した時は、島民の生活は、石器時代とほとんど変わらないものになっていた。 近年、この文明崩壊は、口述する西洋人の侵略を原因とする説が提示されているが、一方で、やはり先住民による自然破壊を原因とする説を支持する学者もいる。原因は、環境が激変したためとする説ただし遺説もあり、テリー・ハントは、まず、森を破壊した主因はネズミによる食害だとしている。天敵がいない環境に、 ネズミが持ち込まれると、その急激な繁殖に伴って森林が破壊され、これを駆除すると森林が再生する様子は、太平洋の他の島々の歴史上でも見られてきた。東島でも、発掘された植物の種子の多くにネズミにかじられた跡が見られ、文明の崩壊についても、そもそも島の人口が1万5千人以上などに、達した証拠はなく、森林破壊が進んだ状態でも人口は、 安定的に推移しており、最終的に崩壊をもたらしたのは、自然破壊ではなく西洋人との接触だと唱えている。原因は、西洋人による侵略とする、節島民の人口が部族の争いがあったにしては、人を殺すことを目的としたような殺傷能力のある武器が、島内からほとんど発掘されておらず、島で使われていた、マターと呼ばれる石器は、 人を刺し殺すような作業には適していないという。島内から発掘された469個の頭骨を調べたところ、マターによるものと思われる切り傷の跡が見つかったのは、そのうちわずか2個だけだった。西洋人による侵略時にも、現地人は投石で戦ったとされる。このことから、苦言にあるような戦闘があったのかどうか疑問視する専門家もいる。また、 自然破壊の原因の一つとされたモアイの運搬についても従来説では木の反りと木状を作りその上を滑らせるという大量の木材を必要とする方法であったが現在ではモアイを立てた状態で縄で左右に揺らしながら歩かせるように前に進める方法でも可能であることが実験で確かめられているこの様子は島に伝わるモアイは自分で歩いたとの伝説にも合致する いずれにせよ、争いが起こったとされる時から数百年も後になってから収集された交渉だけを頼りにすることは、研究者の間で論争となっている。非常に狭く、住民すべてが顔見知りという島であるため、ほんの数人が死亡した事件でも、島全体に話が伝わり、何度も繰り返し話題にされれば、そのうち話が膨らんで、実際よりもずっと残虐な出来事として伝えられて、しまう。 という可能性も指摘されている。クック隊が記したイースター島。モアイは直立した姿で描かれている。1722年の復活祭の夜、オランダ海軍帝徳のヤーコプ・ロフケフェ,フェーンが南太平洋上に浮かぶ小さな島を発見する。発見した日にちなみ透明がつけられたとされている。この島に上陸したロフケフェーンは、船体を超えるモアイと、 その前で火を焚き地に頭をつけて、祈りを捧げる島民の姿を目の当たりにする。なお、この時点では、まだ文明は崩壊していなかったという説がある。1774年には、イギリス人探検家のジェームズ・クックも上陸しているが、倒れ壊されたモアイ像の数々を目にしたものの、半数ほどはまだ直立していたと伝えている。そして山肌には、 作りかけのモアイ像がまるで作業を急に止めてしまったかのように放置されていた。伝承では1840年頃に最後のモアイが倒されたとされる。18世紀から19世紀にかけてペルー、副王領政府の依頼を受けたアイルランド人のジョセフ・バーンやタヒチのフランス人の手によって島民が奴隷として連れ出された。1862年に襲ったペルー人による奴隷狩りでは 数ヶ月間のうちに当時の島民の半数にあたる約1500人が島外に拉致された。また外部から持ち込まれた天然痘や結核が猛威を振るった結果、人口はさらに激減し島民は絶滅寸前まで追い込まれ、1872年当時ではわずか111人であった。この過程でロンゴロンゴ文字をはじめとする文化伝承は断絶した。 1888年に地理領になり、現在に至るが、1937年に軍艦建造の財源連出目的で、さらにゴメス島とともに売却が検討され、日本に対して打診があった。日本は主に漁業基地としての有用性を認めたが、在地理国講使三宅明一郎が、アルトゥーロ・アレッサンドリ・パルマ大統領と面会したところ、アメリカが集国及び、 イギリスにも売却が打診されているとの説明がなされたためしばらく生還するのが特策であるとの意見が出されている2016年時点において独立運動が起こっている背景には急激に数を増しつつあるチリ本土からの移住者に土地や仕事文化を乗っ取られつつあると考える現地住民の懸念や怒りがあるというイースター島の地図 モアイの位置を示すチリの首都であるサンティアゴから西へ 3700km、タヒチから東へ 4000km ほどの太平洋上に位置し、ペルー海流が周辺海域は渦巻き、近海は海産資源豊富な魚場であり、特にカタクチイワシが多く取れる。全周は 60km、面積は180平方キロメートルほどであり、北海道利尻島とほぼ同じ大きさである。 島全体がラパヌイ国立公園としてチリ政府により国立公園に登録されている。また1995年に世界遺産に登録されている。最も近いサライゴメス島でも東北島に4 1 5トル、離れている絶海のことであり、人の住む最も近い島であるピトケアン島までは約2 0 0 0トルの距離がある。やや乾燥した気候で、 年間降雨量は1250ミ、mm、リメートルと少ないもののバナナ、砂糖、キビなどの栽培には十分である。一方、河川がないため灌漑用水の確保はしにくく、タロイモ栽培などには適していない。マグマの噴出によって作られた小さな火山島であり、上空から見ると三角形をした島の拡張点にはカウ山、カテキ山、テレバカ山の三つの火山がある。 テレバカ山が島の大部分を占め、他の二つの他に多数の噴火口や火口湖がある。ガラパゴス諸島やハワイ諸島と同じ玄武岩で鉄分が多く75万年前に形成され、最新の噴火は約10万年前とされるが、20世紀前半に水蒸気の噴出が記録されている。アナケナビーチのパノラマ写真。砂浜の中にモアイがそびえている。 またベリ国際空港島の人口は約4000人。島内には地理海軍が駐留し、数ヶ月に一度は物資と共に海兵隊もやってくる。鉄道は敷設されていないが、主要道路については舗装されており、島内の主な交通手段としては乗り合いバスもしくはタクシーが、観光客にはレンタカー、レンタルバイクも利用されることが多い。島内にはレストラン、ホテル、 ディスコ、ガソリンスタンド、ビデオレンタルショップ、学校、病院、博物館、郵便局、放送局等の施設が整っており、島の暮らしは至って現代的である。ラタムチリが、マタベリ国際空港とサンティアゴ、リマ、タヒチのパペーテとの間に定期便を運航している。近隣諸島との間には、価客船も運行されている。なお、マタベリ国際空港の滑走路は、 島の規模には不釣り合いな3300メートルと長大なものであるが、これはかつて NASA がスペースシャトルをバンデンバーグ空軍基地から打ち上げる計画を持っていたため、その際の緊急着陸場の一つとして整備されたものである。チャレンジャー号爆発事故によって、この計画も中止されたため、緊急着陸地のリストから外された。ロンゴロンゴが記された文字盤住民は、 ロンゴロンゴと呼ばれる絵文字を持っていた。この絵文字は古代文字によく見られる牛公式と呼ばれる方法で書かれ、一行目を読み終えると逆さにして二行目を読むというように、多摩数行の絵文字が逆さになっている。板や石に書かれ、かつては木材に刻まれたものが多数存在したようである。この文字は伝統的に支配者家族や神官に伝えられていたが、1862年の ペルー人の襲撃による奴隷化と皇族した薬病を通じて、これらの識地層が全滅してしまい、内容を判読不能となった島民たちによって、囲碁タキ木やツリートのリールなどにされて、多数の文字資料が失われたという。そのためわずか26点しか現存せず、それらはすべて島外に持ち出されて、各国の博物館などに収蔵されている。また、現在のラパヌイ人は、 フランス人の奴隷狩りにより、タヒチに連れ去られ、戻ってきた人々の子孫であり、現行のラパヌイ語は、タヒチ語の影響を強く受けた言語である。古代ラパヌイ語については、ヨーロッパ人による貧弱な記録をたどるほかは、現行のラパヌイ語から復元する以外、知る手がては存在しない。したがって、解読は、難しいとされている。閉鎖された空間に存在した文明が、 無計画な開発と環境破壊を続けた結果、資源を消費し尽くして最後にはほぼ消滅したというダイヤモンドラによる説は現代文明の未来への継承として言及されることが多い。ポリネシア人がラパヌイ島に着いたとされる時期の森林は島を覆い尽くすほど茂っていたが、16世紀末頃までにほぼ消滅した。 花粉分析から1300年頃までにヤシをはじめとする全樹木類の花粉が減少して、イネ科やカヤツリグサ科などの双本の花粉が急増していき、場所によりばらつきはあるが1500年から1600年頃までにはヤシ、ハケケ、トロミロ、カンボクの花粉が消滅する。ヤシの実の化石を放射性炭素年代測定で分析した結果でも1500年以後のものは皆無である。 環境破壊をしたのは、島民自身であるという説と、島民が持ち込んだネズミによるという、主に2説がある。マゼランによる、最初の西洋人による太平洋横断は1521年のことであり、先に挙げた樹木花粉の消滅時期や、ヤシの実の化石の消滅時期より後である。ただし、 島民がヨーロッパの白人と接触した1722年には、まだ島の文明は崩壊していなかったという論文が発表されている。この論文では、その後、白人が持ち込んだ薬病や、白人が島の住民を奴隷として拉致したため、島の文明は崩壊したとされる。ありがとうございます。